今年2月に行われた北京冬季オリンピックのスキージャンプ会場跡地が公開され、管轄する国営企業が企業誘致や観光地化を含む今後の利用方法について意気込みを語りました。オリンピックの会場となったジャンプ台です。今週末に一般公開もされています。周辺の施設と合わせてイベントなどへの再利用も進められているということです。北京市郊外の鉄鋼工場の跡地に建てられ、大会でも注目を浴びた会場一帯にはカーリング場やスケートリンクも整備され、冬季スポーツの施設が拡充されました。今年6月にはショッピングモールや産業パークもオープンし、科学技術関連企業などの誘致が進められています。オリンピックの課題ともいえる会場跡地を管轄する国営企業の担当者は、生物科学や仮想空間、メタバースなどの分野で持続可能な再利用を進めていきたいと話しています。